スノーマン深沢達也、ドラマ単独初主演決定、今日からヒットマン、スピンオフドラマで妄想ラブコメディ、今日からラブリーマン。モデルプレス、2023年10月28日。スノーマンの深沢達也が、相葉雅紀主演のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ、今日からヒットマン、夜11時15分のスピンオフドラマ、今日からラブリーマン、11月テラサにて独占配信スタートで主演を務めることが決定。深沢にとってドラマ単独初主演となる。深沢達也主演、今日からラブリーマン、配信決定、今日からヒットマンは、平凡なサラリーマン稲葉重吉、相葉が、ある日突然、数奇な運命に巻き込まれて伝説の殺し屋、二丁、滝藤健一、の名を継ぐことに。妻、美佐子、元カリア結花、と一人息子という、愛する家族を守るために、サラリーマンとヒットマンの二重生活を送ることになった重吉が、家族にバレないようにしながら、小悪魔的な相棒の千夏、山本舞香、と共に、裏社会で奮闘する様子を描くアクションコメディードラマとなっている。10月27日に第1話の放送を終えた今作だが、トランクス姿の相葉が、まさかの銃さばきを見せて敵を圧倒する姿に SNS も騒然。空手有段者の立ち、